イラク日本人人質事件、イラク法人人質事件は、外務省によるイラクへの渡航自粛勧告を無視し2003年のイラク戦争以降に、イラク武装勢力により、イラクに入国した日本人が誘拐され、人質として拘束された事件。特に2004年4月に3名が誘拐され、自衛隊の撤退などを求められた後、イラクイスラム聖職者協会の仲介などにより、 解放された事件と同年10月に1名が誘拐され、後に殺害された事件が活発に報道された。イラク現地の武装勢力がイラクに入国した外国籍のボランティア、NGO 職員、民間企業社員、占領軍関係者などを誘拐する事件が頻発した。誘拐の要求の多くは、誘拐した外国人を人質に彼らが本籍を置く政府に対して、 自国の軍隊をイラクから引き上げることを要求するものであった。以下の出来事は全て2004年のものである。また、最初の3名に関するもののほか、時期的に重なっている2名の出来事も含む。イラク政府が主催した人間の盾に参加した、フリージャーナリストの渡辺正孝、安田淳平の日本人2人が、イラクの武装勢力に拉致された。 この際の報道は前回ほど活発ではなく、ほどなく解放された。人質となった渡辺治子は、人質である自分たちを助けるために、政府は自衛隊を撤退させるべきだったとし、後に自衛隊を撤退させなかったことに対し500万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたが敗訴。また、解放後日本政府が負担した日本への帰国費用について、 一切の支払いを拒否している。バックパッカーとして、ニュージーランドからイスラエルを通じ、イラクに入国したコーダ小生が行方不明となり、10月24日、彼を拉致した犯行グループ、イラクの聖戦アルカイダ組織の声明が、インターネットに公開された。小泉首相は、テロに屈することはできない。自衛隊は撤退しないと表明した。30日、 首を切断された遺体が発見され、後日になって殺害の模様が公開され、その後その動画がインターネット上に流布する事態となった。遺族は息子は自己責任でイラクに入国しました。危険は覚悟の上での行動です。彼の死を政治的に利用しないでほしいという声明を発表した。そのため最初の人質三人のような感情的なバッシングは起こらず、 マスコミも比較的淡々と報道した。5月9日、イラクの武装勢力、アンサール・アルスンナ軍がイギリス系民間軍事会社職員の日本人と銃撃戦の末拘束したとの声明を発表した。5月28日、武装勢力は日本人の死亡をネットに発表した。日本人を狙った計画的誘拐ではなく、戦闘で負傷し捕虜になったものであったため、 テロリストから日本政府への要求はないに等しく、それへの対応をめぐって世論が割れることもなかった。高藤直子はボランティアを目的として入国した。支援対象は10代男子のみのストリートチルドレン。また、渡辺治向は元自衛隊員だった。メディアの内側においては、一部新聞社が被害者宅の正確な住所を報道したり、 報道陣が被害者宅に退去して押しかけたことについて、被害者宅すぐそばに練習グラウンドがある、J リーグチームが驚いたとの報道を行ったため、被害者宅が特定された。そのため被害者宅へ手紙や電話、ファックスが集中したことや、少なからぬキャスターが、批判派、擁護派の一方を堅いでするような報道を行ったりしたことが、報道被害や、 報道の構成という観点から問題にもなった。また各メディアの世論調査の数字の異なりなどから、インターネットにおいては、2002FIFA ワールドカップの日韓共催から始まったと言われる大手メディアの報道姿勢への非難が再燃した。なお、この事件にあたっては、週刊文春2006年11月2日号に、 掲載された作家の麻生育が執筆した記事によると、海上自衛隊の特殊部隊である特別警備隊員をバクダード中流米軍に派遣し、米軍部隊との合同で突入、救出するバビロンの桜計画が立案されたとされる。2004年4月に人質となり、後に解放された氷山総一郎は、帰国後の日本で自身に対して向けられた、 自己責任という批判に対し、なぜ自分がイラクに行き、なぜ誘拐されたかを考えた人が、どれほどいたのか。国の言う、自己責任は、責任転嫁でしかないと反論したため、激しいバッシングを受けた。米共和党のコーリン・パウエル国務長官は、イラクに行った、自衛隊や民間人がリスクを引き受けたことについては、日本の人々は誇るべきだと私は考えると語った。ありがとうございます。